はい、どうも、うみです。本日は推し育成ゲームというゲームをやっていこうと思います。はい、神ゲー確定ですね。オタクにとってね、推しを育成できるほど幸せなことってないよここね、アイドルとか JK とか、なんか花嫁さんもいるね。で、着物着た感じの人と、モデルとかかな。はい、いろんな推しがいますね。やっていきましょう。スタート、楽しみ。推しの地下アイドル、あ、地下アイドルね、早速。はい、大好きな推しと握手会、覚えてもらうにはラブレター、うんちうんちがあるんだけど、え、やだやだ、何これだよねうんちドン引きだよね、はぁってなっちゃうよね。あ、もう失敗でもドン引きされてる。え、警備員に連れてかれて説教された。推しはもちろんドン引き、うんちで覚えてもらおうなんて君はどうかしてる遠藤、ごめんなさい興味本位でうんちを選んでしまってごめんなさい。ケツ出してるしおケツ綺麗ですね、このオタク。おケツ綺麗でした。じゃあラブレター、はい、あー、もう喜んでくれてる。え、もうね、推しのこんな喜んでくれる姿嬉しいね。正解も可愛い。いつもありがとう。すでに覚えてくれてたみたい。超ハッピー。絶対に君を有名にしてあげるからね。あははは。T シャツ、惜しいって書いてる。いやー、すごい幸せそう。いいね。今日は待ちに待ったチェキ会。どんなポーズにする？抱きつく、片手でハート。え、絶対片手でハートだよね。抱きつくはちょっと距離近すぎ。ははは。お、こんなね、めちゃくちゃ怒ってる。あ、地下アイドル見たことないよ。神聖な推しに触れていいわけないじゃないか。推しに嫌われたし、もう生きる意味なんてない。さよなら、正解、エンド。え、まあ、推しに殺されるなら本望なんじゃないかな。じゃあ、片手でハート。ほい。これなんかね、なんだろう、残酷なね、写真みたいな感じで。あの、推しはハート作ってくれてないみたいなやつ見たことあるよ。推しとハートマーク作れた、マジ最高。彼女には内緒にしておこう。え、彼女いないって？そうでしたもういないんかいお前紛らわしいこと言うな。はい、ついに推しの1万人ライブ。え、すごー。どうやって行く？1万人ライブ一人ででしょ、すごいな。現地で徹夜、始発ダッシュ。いやー、どっちなんだろう。現地で徹夜してするのがルール違反とかないのかな。でも始発ダッシュだと遅れるみたいな。あ、だよねだよね。え、何？始発ダッシュでなんでこんなドン引きしてるの？ホームに転落して死亡。浮かれた気持ちでホームの最前線には決して立ってはいけないエンド。あ、そういうこと。ガチの事故じゃん。ちょ、これは危ないね。じゃあ現地で徹夜。あー、もう可愛い、推しの可愛い姿をね、見れたんだね、よかったね。無事にライブを見ることができた。しかも推しから固定レスもらって超感激。推しのことを誰よりも好きでいたいんだ。これ正解のイラストだ。めちゃくちゃ可愛い。何そのポーズ。なんかアイドルっぽいね、このポーズ。え、すごい可愛い。え、推しが朝ドラ女優に抜擢されたって。情報を集めなきゃ。え、めちゃくちゃなんか大人っぽくなった。テレビ放送を見る。週刊誌を読む。週刊誌、週刊誌読んだらスキャンダルみたいな。だよねだよねだよね絶対そういう感じだと思った。イケメン俳優とのスキャンダルが発覚。さようなら推しのポスターたち、さようなら限定グッズ。これでついに一般人だ。ドルオタ卒業エンド。あ、推しが結婚とかそういう熱愛報道出たらドルオタ卒業の合図みたいな感じなの？そういうもんなの？テレビ放送を見る。はい。あ、え、かわいい。これタイトル画面にいなかった？あれあの子だったんだ。え、すごいかわいい。ついに推しが地上波アイドルへ。みんなに知ってもらえて本当に嬉しいよ。推しはみんなのものだから。あ、この人は、同担拒否じゃないんだね。すごいな。朝ドラの主演みたいな感じなのかな、これ。すげえ。美少女すぎる転校生。あ、別の話来たね。はい。うちのクラスに美少女が転入してきた。どうしよう、かわいい。めっちゃかわいい。話しかける、無視する。無視しちゃダメだよ。あー、そんな、トイレでパン食べないで、コッペパン。クラスで完全に浮いてしまった彼女。給食は一人で便所飯エンド。そんな、いじめっ子になってる、あの女の子。ダメ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 。話しかけよう。はい、平和に行こう。あ、かわいい。
みんなでね、美味しく給食食べてるんだね。一緒に給食を食べながらおしゃべり、すぐ仲良しになれた、クラスに馴染めるようにもっと協力してあげたいな。平和だ。こんな平和な時間が続けばいいのに。もうすぐ学芸会で演劇。彼女にぴったりな役は姫、木。姫じゃない？この子すごいお姫様っぽいよ。靴下とかめっちゃ可愛いし。じゃ、木。あ、これはこれですごくいいんじゃないの。神々しい神になってる。美しすぎて主役より目立ってる。みんな彼女に釘付けで劇は大失敗。あ、なるほどね。規約でも目立ってるんだ。可愛すぎて。もう神々しいもんね。神になってる木が。あ、可愛い。あ、これはお姫様だわ。ロミオとジュリエットでヒロインを演じた彼女、美しい姫の熱演で劇は大成功。すごい演技派なのかな、しかも。はい。もうすぐ高校生になる私たち、彼女に頑張ってほしいことを、あ、中学生だったの？さっき、小学生だったよね、さっきまでは。で、高校生、中学生飛ばしたのか。恋愛勉強。恋愛、どっちなんだろう、正解が。わかんない。勉強正解。恋愛してほしい。あ、勉強正解なんだ。恋愛なんでダメ？彼女は成績のいい優等生になった。まさに才色兼備だね。リトライ。なんで恋愛ダメなの？あ、怖がってる。あ、うまくいかなかった？交際希望者がさっと、そっか、この子すごい可愛いからモテるのか。男性恐怖症になってしまった。モテすぎるのも大変エンド。どういうことだ。この男たちもさ、女の子この人しかいないのかな。他にももっと女の子はいますよ。彼女を好きな人はいるのかな、聞いてみる。聞かない、聞く。恋話したいじゃん。だから聞かない。あ、どうしたの、聞かなかっただけですごいしょんぼりしてる。私に彼氏ができて彼女とは疎遠になった。彼女は毎日一人で過ごしているらしい。そんなに。友達私しかいなかったのかな。そんな、ちょっとこれはきついわ。じゃあ聞く。お、デカラブレター。デカラブレター誰に渡してるのこれ。ほい。あ、そういう展開ね。あ、もう素敵。ずっと好きだったのと彼女に告白された。驚いたけど嬉しい。これからもずっと仲良くしようね。うわー、ゆりだい。わーい、素敵。いいね、そういう展開か。待望の赤字。だからか、聞かないだとね、すごい一人ぼっちになってたのは。ほい。待望の我が子が誕生。みんなに愛される子に育てよう。フライドポテト、ミルク。赤ちゃんね、こんな赤ちゃんにフライドポテト与えたらやばいでしょ。すごい激太りしちゃった。もう赤ちゃんの頃からね、ポテト食べてたらそうなるよね。ダイエット？それ美味しいの？ジャンクフードを食べすぎて小学生で体重100キロ超えエンド。やだな、小学生がね、こんなスナックの食べ方してたらやだな。ちょ、止めるわ、私。じゃあ、ミルク。はい。あー、かわいい。めっちゃかわいい。はい。すくすく育って可愛い子に大成長。将来が楽しみ。一体どれだけ魅力的になるんだろう。あ、なんかアイドルかなんかにさせるのかな。愛おしい子供への教育方針は、褒める、叱る。叱る、この叱り方絶対ダメしてでしょ。すごい病んじゃった。こんなに病んじゃった。もうお尻ペンペンしたら病んじゃった。毎日叱られて涙も枯れちゃった。次は何が枯れるんだろう。誰にも心を開かない子になってしまった。もう取り返しはつかないの。毎日叱ってたの？あのお尻ペンペンしてた。そりゃこうなるわね。ダメ。褒める、叱り方も絶対大事だもんね。あ、かわいい。これタイトルにいた JK の子だ。すんげえかわいいんだけど。素直で明るい性格で男子も女子もメロメロ。誰にでも優しいハートでみんなの推しに。あ、これはあれか、別アイドルにさせるとかではなくて、もうただただ生きてるだけでみんなの推しになっちゃったみたいな。すごい人種だな。おしゃれも大事。どんな服をプレゼントしてあげる？特攻服、ワンピース。特攻服。すんごい路線変更しましたね。はい。うわははかっけー。おい、こっち見てんじゃねーよー。かっこいい。姉子めちゃくちゃかっこいいんだけど。こういうヤンキーめっちゃかっこいい。じゃあワンピース。あー、似合う。ワンピースかける美少女はもう破壊力高すぎ。ワンピースが抜群に似合ってアイドル級の可愛さ。
OSI46 あれかアイドルかに入る日も近い。あ、やっぱアイドル目指してるのかな。絶対なれるよね。めちゃくちゃめちゃくちゃ可愛い。もっと魅力的にさせてあげたい。何を勧める？キックボクシング、美容。美容ってなんかでもこれメス入れてない？そこまでしなくていいんじゃないのかな。何があったの？私どんどん可愛くなってるよね。美容を意識しすぎて整形にハマってしまった。輝いてたあの頃にはもう戻れないエンド。どうして整形にハマってしまったんだ。キックボクシング、はい、もうもっと可愛いよ。はい、うわーかっこいい。あ、こういう女の子いいわ、めちゃめちゃ好きだわ。はい、体も鍛えて心身ともに完璧。誰もが認める生きた美の教科書そのもの。生きた美の教科書、すごいワードだな。彼女の輝く笑顔は世界平和をもたらすかも。いやー、この生きてるだけでね、マジで平和になりそうな感じですね。すごい、全てが美って感じ。はい、あ、終わった。モデルになりたい友達。おい、モデルになりたいという友達。まずはお腹ぽよぽよですね。運動絶食。絶食はね、リバウンドしやすいみたいななんか言うよね。はいはい、もう骨になっちゃった。リバウンドしてないけど骨になっちゃった。はい、ガリガリに痩せ細り餓死してしまった。無茶は命を削るエンド。ダメダメダメ。よくここまで我慢できたね。私絶対その前にねえどっかで食べちゃいそう。運動、あー健康的にはスタイルよ。ちょ、見習わなきゃ。もう本当、フィットネスで10キロ痩せたんだって。すごいスタイル抜群になったね。いや、すごいよね。そういうところに行ってさ、ちゃんと継続できるところがもうすごい。マジで髪型を変えた方がいいよね。どうする？おかっぱみたいな感じだから変えるのか。切る、剃る、剃る、剃ったらかだよね。別の職業になっちゃった。出家して海女さんになったようだ。いや、目標変わりすぎ。本当だよ、ただね痩せたかっただけなのにね、出家しちゃった。じゃあ切る。あー、おしゃれ。めっちゃ美人、なんか大人のお姉さんって感じ。首が長く見えていい感じ。この調子なら本当にモデルになれるかも。あ、モデルになりたかったのか。あ、ごめん、ただダイエットしてただけって思ってた。はい、ネクスト。デビューのきっかけをつかみたい。何がいい？ファッション誌、 SNS。 デビューのきっかけをつかみたい。 SNS なんじゃない？今の時代はファッション、あ、ファッション誌でいい。あ、これタイトルにいたお姉さんだ、モデルだ。はい、読者モデルに採用された。最近じゃ専属モデルより人気があるみたい。へえ、そうなんだ。ちょっと待って、リトライで SNS。 おお。なんかずれた方向になっちゃったってこと？フォロワー人でダーラーで、あざとい写真ばかりアップするように、もはや単なるオタサーの姫エンド。あー、なるほどね。モデルというより、まあ、チヤホヤされて、そっちの路線になっちゃったみたいな感じ？じゃあ、ファッション誌でモデルに本格的になりの、仕事の依頼が入ったって、どっちを勧める？コマーシャル、ファッションショー。ファッションショーじゃない？モデルといえば。だから CM が。あ、どうした？どうした？コマーシャルでうんちしてるんだけど。便秘薬の CM だったみたい。全国に恥ずかしい姿が流されてしまった。どうして？便秘薬だからってさ、そんなモデルにさ、そんなうんちしてる姿やら見せんでしょ。どんな CM これ。じゃあファッションショー。おー、モデルっぽい、すごい奇抜、かっこよ。キャリアを重ね世界的なスーパーモデルになった。おめでとう、夢が叶ったね。おめでとう。めちゃめちゃね、最初のスタイルとは思えないほどね、お腹引き締まってるし、もう全部引き締まってる。わー、すごい。努力できる人ってやっぱもうすごい輝いて見える。